わかったわ。任せて。 いらっしゃいませ。
よし。おう、今日は何を作ろうか。俺らの技が必要な時は、貴様か。何か用か。
は
出迎えご苦労。私は霊山軍師クヨ。こたびのお頭戦議の見届け人だ。遠路大義であった、クヨ殿。神垣の巫女、かぐやである。我が名において歓迎しよう。ほう。巫女殿自らの出迎えか。これは気づかず失礼した。神垣の巫女のご健在を、ことほに申し上げる。軍師好き武官として、2名の者の符を帯同している。2人にも挨拶させよう。相馬。百鬼隊三番隊隊長の相馬だ。よろしく頼もう、マホロバの者の符たちよ。百鬼隊の相馬だと。五草の英雄の。ああ、誰だそりゃ。最強と謳われる五人の打ち手の一人、紅月と同じ。俺の有名は国中に轟いているらしい。相変わらずのようですね、相馬。ちょっと、そろそろ私もいいかしら。聞いて驚きなさい。私は歌方の初穂、世界を救った英雄の一人よ。誰だ。知らん。世間知らずなのね。今後は覚えておくといいわ。早速だが、本題に入ろう。お頭に名乗りを上げたのは2名と聞いた。両名、前へ。一人は八雲。我が腹心にして、この絵舞台の隊長だ。お見知りおき願う、クヨル。今一人は当夜、侍舞台の隊長を務めている。邪魔はするな、望むのはそれだけだ。邪魔だと。私が機内をはばかって戸様を軽んじると思うか。機内も戸様も、この絵も侍も、誰が最もお頭にふさわしいか。さて、私は疲れている。これは失礼した。ヤクモ、クヨ殿と武官の方々を案内するのだ。は、かぐや様。ではこちらに、クヨ殿。なんだ、私に用でも。お前はこんなところで何を。それにその姿は。覚えているか、この私を。そうか、10年ぶりだな。お前は横浜で鬼門に飲まれたはず。どうやってここまでたどり着いた。それにその姿。あれから10年経ったとは思えん。時間転移だと。横浜から直接この地に飛んだというのか。にわかには信じがたいが、ありえん話ではない。似たようなものを知っている。別の時間に流された奉公者たち。因果なものだな。なぜかそうしたものとよく出会う。それで何か話があったのではなかったか。記憶喪失。何を今さら。それは元からだろう。いや、違うのか。覚えているか、私。そういうことか。お前は忘れたことを忘れたらしい。10年前、
私がお前と出会った時、お前はすでに記憶の大半を失っていた。二重の記憶喪失。いや、二重で済むのかさえ怪しいな。私は幽谷をさまよっていたお前を拾い、もののふにして特務隊に参加させた。それ以前のことは何も知らぬ。多重かつ断片的な記憶の喪失、奇妙としか言いようがないが、あるいはそれは供養殿、客人か。珍しいわね、供養に友達なんて。生まれてこの方、友などいたことはない。古い部下だ。横浜防衛戦を共に戦った。横浜大曲時の戦か。何それ、すごいの。横浜防衛戦、大曲時最初の迎撃戦だ。参加した部隊はほぼ壊滅だが、おかげで鬼の進撃は鈍った。モノノフ本体、つまり俺たちが防備を固める時間を稼げた。私は横浜の戦いに敗れた。いや、勝ったと言うべきか。鬼の進撃は食い止められたのだからな。だが犠牲が大きすぎた。私は自分の配下をほとんど失ってしまった。今では命令を聞かぬ英雄と生意気な小娘を連れ回すしかない始末。ちょっと誰が小娘よ。それも仕方あるまい。誰しもなせることをなすのみ。無視なの。お前もここでそうしてきたのだろう。ならばこれからも続けろ。お前自身の戦いを。私はお頭戦技の準備がある。話はこの辺にしておこう。行くぞ、相馬、発歩。お供しよう、供養殿。俺は相馬だ。よろしく頼む。私は発歩、君は？覚えておこう。またね。いらっしゃい。よう、実はな。よし、よろしく頼むぜ。
おう。俺ら。おう。俺らの技が必要な時はいつでも言ってくれ。いらっしゃい。これからも腕を磨いていきます。そうか。よし。じゃあ、しっかりな。お前についてくさ。助かります。これは一体。行きましょう。な。
相手になってやるよ。参ります。覚悟。Yeah.
ありがとう。務めは果たしました。さあ、帰りましょう。うまい飯を食うのは最高だ。邪魔する奴は殺す。強いやつを見つけに行くぞ。正気に気をつけろ。見たま探しね。都合よく手に入りゃいいけどよ。ダメなら何体でも倒せばいい。稽古にはもってこいだ。相変わらずの剣術バカだな。他に好きなもんねえのかよ。食って寝ることだな。てめえは野生動物だ。
好都合だ。ここで畳にゃ義賊の治り。戊辰戦争の頃、俺たちは庄内藩にいた。当夜は長州、敵同士だったのさ。
勝機に気をつけろ。足りんな。白くてモフモフした生き物が出たら言え。
そいつは最強最悪の敵だ。ギタギタに削ってやるぜ。俺たちに当てたら殺す。当てねえ。行きます。覚悟。覚悟。覚悟。攻める。
勇士。うっしゃ、とどめはもらったぜ。ふざけるな、やったのは俺だ。伝統は禁止ですよ、二人とも。義を持って戦わん。これは一体。宝は心にあり。しかしてね、よくついてきたな。馴れ合いはしねえとか言ってなかったか。探してる鬼がいる。侍もこの絵も恐れる強大な鬼、仙山王。この付近で目撃されたことがあるらしい。定期的に現れては討伐隊を襲っている鬼ですね。なのが今出てきたら俺はとんずらするぜ。玉振り使っちまったっつ。異界の深部にしか出ないはずです。この周辺なら安全でしょ。なんだってその鬼を探してんだ。そいつを倒せば最強に近づける。バカを通り越して変態だな。てめえの話じゃこの辺にありそうなもんだけどな。正気も濃くなってきた。近いぞ、気を引き締めろ。行きます。正しきが勝つ。上々だ。
わかった。任務は片付いた。帰るぞ。よし、ちっと休もうぜ。よろしく頼むわ。活躍してるみ、いらっしゃい。これからも腕を磨いていきます。いらっしゃい。
ありがとうございました。お主か、久しぶりだな。元気にしていたか？また抜け出してきたのだ。作家を目指す者は広い世界を見ねばな。椿はどうしている？悲しみから立ち直っただろうか。そうか、よかった。皆立派だな。誰もが自分の足で立って己の信じる者のために戦っている。だが私には何もないのだ。自ら勝ち取ったものを持たない。周囲に与えてもらうだけで、私自身は何もなしてこなかった。それはとても恥ずかしいことだ。だからこそ今は作家になりたいと望むのだ。それだけは私が胸を張って言える。己の意志で勝ち取った目標だから。だが現実は待ってはくれぬようだ。あれからずっと考えていたのだ。どうやったら皆を平等に守れるのか。私の結界では機内しか守れぬ。戸様の居住区は相変わらず丸裸だ。この不平等は機内と戸様の対立の原因にもなっている。
お頭戦議も始まった。このままでは対立が激しくなるばかりだ。何か良い手はないものだろうか。一緒に住めばいいだと？何よバカな、機内の土地はもう、いや、考えてみれば横に広げるのではなく縦に増築すればいいのではないか。そこで共に暮らせば皆私の結界の中に入れる。お主は天才か！こうしては折れぬ。早速実現に向けて動かねば。感謝するぞ。いいか？ん？どうか？ずっと聞きたかったんだが、なぜ機内と戸様は互いを嫌っているんだ？なんでって、それは相入れない異質な存在だから。私の髪と目のようにか？そうは言ってないわ。椿は私を偉人だからと遠ざけなかった。なのに戸様だからと誰かを嫌うのか？違う。何も知らんくせに知った風な口を聞くな。噛むな。イカルガの里を知ってるか？俺とマナズルはそこで機内に隷属させられていた。もうとっくの昔に消えた里だ。そこの頭はクソ野郎だった。保護する名目で戸様を集めて強制的に働かせる。暗い牢獄につながれ、来る日も来る日も殴られたさ。いつかこの手でこいつらを殺してやる。だがそこに東野が現れた。あいつは里の頭を切り、俺たちを地獄から救い出した。そうやってあちこちで戸様を助け、今の侍部隊を作った。そして3年前、マホロバの里にやってきた。それが俺たちの過去だ。なぜ機内を憎むのかと聞いたな。これで答えになるか？あいつらは機内の恥よ。一緒にしないで。だけどそういう戸様も機内の人をたくさん殺したはずよ。飢えと寒さをしのぐために罪もないいろんな里を襲撃したでしょ。それを棚にあげて。お前はいいな。記憶喪失なら痛みはない。いっそ楽でいい。おっと、悪いな。手が滑っちまったぜ。何のつもりだ？ごちゃごちゃうるせえんだよ。不幸を気取ってんじゃねえぞタコ。そんなにてめえがかわいそうなら姉ちゃんに頭でも撫でてもらってろよ。やろう、やりやがったな。ちょっと暴力はやめなさいよね。もういい。もういいんだ。軽はずみなことを言ってすまなかった。ああメリケン野郎は黙ってな。キリスだ。あ、なんだって？私はイギリス人だ。
なかなかあれじゃねえか。そっちもな。何言ってるかわかんないんだけど。すまない、頭に血が昇った。いいってことよ。大丈夫？あなたもボコボコだけど。その顔で言うセリフじゃないわね。今日はこの辺で勘弁してやるよ。おい、カムラ、てめえは強え。いつまでも耳っちいこと引きずってんじゃねえぞ。余計なお世話だ。悪かったな。どうしたからくり使い、俺に何か用か。戸様が負った苦しみを知りたいか。だが機内とて同じようなものだ。戸様ばかりが苦しんだとは言えん。大曲時以降、誰もがそれぞれの傷を抱えている。俺も娘を失った。孤児を拾って育てていた。だが流行り病で亡くしてしまった。こことは別の里にいた頃の話だ。あの時機内の医者たちは治療を拒否した。ただ戸様であるというだけで。今でも思い出す。雪の降りしきるあの晩、誰にも救ってもらえず、娘は一人死んでいった。あそこに見える桜の木はあの子が大切に育てていたものだ。皆の好意でここまで運んでもらった。この世には悪がある。それを切るまで立ち止まるつもりはない。
よう。やれやれ。よろしく頼む。私だって。以上で、お頭戦技の説明を終える。まずは10人の推薦人を集めることだ。でなければ、お頭の候補にすらなれん。ふん、その程度造作もないよ。では、本日の評議はこれで。待つのだ、供養殿。かぐや様、ヤクモ、トウヤ、それに皆にも聞いてほしいことがある。お前から話とは珍しい。私の結界に関して生じている不平等についてだ。私の結界の力では機内しか守れぬ。戸様の居住区は丸裸も同然だ。それで多くの人を死なせてしまった。決してかぐや様の責任では。ありがとう、ヤクモ。だが私には神垣の巫女としての責任がある。私はずっと考えていた。どうやれば皆を平等に守れるのか。そして一つの答えを得た。機内の居住区を解放し、戸様も共に住めるようにするのだ。な、正気か。ほう、面白い。今の機内の建物を改築し、岩屋とのような大きな建物を増やす。そこに皆で住めば、結界は小さくても皆を守れる。どうだ、最良の提案ではないか。冗談じゃねえ。戸様と一緒だなんてやめてよ。機内と共生、今の方がまだマシだ。何をされるか分かったもんじゃない。どうしたのだ、皆なぜそのような顔を。かぐや様、なりません。あなたはまだ現実を分かっておられぬのです。そんなことはない。反発が起こるぞ。かつてないほどのな。とうや、それでも私はなさねばならぬのだ。それが死んでいった者たちへの神垣の巫女の名において命じる。機内と戸様の居住区を統合するために、里のすべての者は協力せよ。
よし。任せろ。暴れ回るとするか。
俺を楽しませてみろ。ぶち込んでやる。覚悟。
取ったぞ。また一歩強くなれたわね。しかしどっかにいねえかな。俺をねぎらってくれる優しい美女、しびれるぜ。出発進行！頼りになるやつだ。Thank you.
淘汰ここにあり。Thank you.
す。もっと頑張らなくちゃ。剣豪将軍たるゆえん、知るがよい。行動限界には常に気を配れ。美しく見えても異界は異界だからな。
生かして解散、殲滅する。
って何？あんまり静かだからちょっと歌ってみただけよ。
ただ勝つのみ。のこのこと駆られに来たか。パパッと片付けてあげるわ。行くぜ。入れ食いだ。
技ありだぜ。参ります。の体に鬼の牙は通らねえのさ。外に出られるのは嬉しいです。ざっとこんなもんだな。うるせえよ。
まさかこれは。なんだそりゃ。何それ。なるほどな。やれやれ。じゃあな。またね。